はい、今回は前回に引き続きポケットモンスター風ゲームの続きを作っていきたいと思います。前回まではですね、モンスターとバトルをして、ゲットするところまで作っていきました。今回は、村人と会って、モンスターボールをですねもらったり、モンスター図鑑を見れたりするようにしていきたいと思います。では最終的に作るものを見ていきたいと思います。はい、前回はですね、ここのように、はい、モンスターに当たるとバトルが始まり、はい、ボールを選んで、投げて、このような形でゲットすることができるというところまで作っていきました。でさらに今回は村人にこう当たると、はい、モンスターボールを5個あげますであるとか、はい、このような形で20個あげますというような形で村人に当たるとモンスターボールをもらえるような仕掛けを作っていくのと、あとはですね Z キーを押すと、はい、このように、図鑑が表示されて、先ほどはですね、バッタを捕まえましたが、このように、バッタの部分だけ、捕まえたモンスターでですね、色がつくようなことをしていきたいというふうに思います。ポケモン風ゲームはですね、今回で最後になりますが、これからもですね、いろいろなゲームのコードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。では作っていきましょう。はい、まずこちらが前回作ったところまでになるんですけど、村人に出会った時にモンスターボールをもらえるようにしていきたいと思います。では村人ですね、村人のスプライトに移動して、でここの村人のコードも旗が押された時にリストを作成して配置をすると、はい、で村人はこのコッシュを見るとですね1から11までの、11人の村人を用意していましたと。でこの11人の村人をマップ上に配置をしてここで表示をしていたということになります。でここにですね、またブロック定義でブロックを作るでプレイヤーと遭遇というブロック定義を作りましょう。でプレイヤーと遭遇をこの中に入れておいてあげると。はい、でプレイヤーと遭遇というのはどういう内容かというと、はい、ここに書いていきますが、はい、制御でもし、はい、調べるでプレイヤーに触れたならですね、はい、でここで一つ変数を付け加えます。で、村人からは1回しか、1人に対して1回しか、モンスターボールを受け取れないということにしたいので変数を作るでですね、はい、渡せるボールを渡せるというようにしましょうかね。でこのスプライトのみにチェックを入れて、はい、村人ごとにこのクローンされた時にこのボールを渡せるを、はい、1にしておきます。そうするとそれぞれの11人の村人がまずはボールを渡せるが1になっている状態ということになります。はい、で村人がプレイヤーと遭遇した時にその、村人がですね、ここまた制御で、もし何々ならというのを入れて、はい、このイコールを使い、ボールを渡せるが1ならボールを渡せるというふうにこれ一つ条件を入れておきましょう。はい、で、渡せるボールなんですけど今回村人11人いるのでこの初めの1から345 5人目まではモンスターボールを上げれるようにしたいと思います。で、6、7、8、この妖精ですね。妖精の3人はスーパーボール。で、この写真の2人、これは、ハイパーボール。で、ゴンザレスは、マスターボールを上げれるようなことにしていきたいと思います。そうすると、コードで、はい、ここでですね、また ID の条件をつけていくんですけど、制御でもし何々なら出なければというのをここに入れて一つ目の条件が ID が1から5つまり
6より小さいということですね。6より小さいなら、はい、で上げられるモンスターボールの数っていうのを、ランダムにしていきたいので、変数で上げるボールの数という変数を作っておいて、はい、で、上げるボールの数を、ランダムにしていきます。でランダムにするんですが、今回は、はい、1から5までの乱数かける5、つまり、一番少ない場合は5個、一番多い場合は25個っていう数の乱数にしていきたいというふうに思います。はい、こうですね、5の倍数ということですね。はい、で、はい、見た目で何々と何秒言うというのをここに入れて、はい、モンスターボールを、例えば10個であれば、10個あげますっていうふうに言いたいと思いますので、ここでですね、演算でこのリンゴとバナナっていうのがあるので、これを2つくっつけてですね、はい、ここを、モンスターボールを、で次にここ個数ですね、ここが上げる個数ですね。はい、上げるボールの個数、個上げます。はい、というふうにすると、上げるボールの個数がもし、5個だとすると、モンスターボールを5個上げますっていう形になります。でこれを1秒間言うというふうにしましょう。はい、で、モンスターボールの数を増やさなきゃいけないので、ここで、はい、モンスターボールを、この上げる数ですね、上げるボールの数ずつ変えるというふうにしてあげてください。でこれを、同様に他のパターンも作っていきます。これをこのままコピーしてここに入れて、次は6、7、8なので9より小さい時はにしましょう。はい、で今回は1から5までの乱数、まあ、ここはもう好きに設定していいんですが、今回はかける4にしておいて、スーパーボールを上げるので、はい、スーパーボールを、こうですね、上げるボールの数こう上げますというふうにして、ここを、スーパーボール、はい、にします。でまたこれを複製してここに入れて、で次は9、10なので、ここは11より小さいならですね。はい、で、今回は1から2までの乱数かける5にしておきましょう。はい、で、ハイパーボールをですね、でここもハイパーボールを上げるボールの数使えるにします。で最後ですね、最後は残りがゴンザレスになるので、これはここの部分を複製して、この出なければの中に入れてあげて、はい、これはもう5個上げるにしてあげましょう。はい、5個にして、マスターボールを、まあ、今回5個ですが5個上げますと言いますと。で、マスターボールを、上げる数、上げるボールの数ずつ変えるですね。はい、ちょっと長いですが、やってることはとても単純です。はい、このようにしてください。で、ボールを上げるとボールを渡せるを0にしなきゃいけないので、最後に一番下の部分に、はい、ここになりますね、下から2番目のとここですね、ここにボールを渡せるを0にするというふうにしてあげてください。ここですね。はい、これで、ボールが渡せるようになったはずです。はい、
ゃあこれとこれはチェックを外しておいて、ボールが渡せるかを見ていきましょう。はい、で一番最初のボールの個数は、ここですね、20、10、5、3になっているので、ここから増えるかどうかっていうのを見ときましょう。で旗を押して、はい、じゃあここですね、この、はい、この写真の人は、村人は、ハイパーボールを渡してもらえるはずです。ちょっと見てみましょう。はい、はい、ハイパーボールを10個あげますというふうになりました。で、モンスターに当たると、はい、ハイパーボールがもともと5個だったのが15個になっているということになります。でこれ投げてゲットすると、はい、あ、まあ、今回は残念でしたということになりますね。はい、もう一人ぐらい見ておきましょうかね。まあ、村人はなかなか現れないので、とうまく遭遇できるかがわからないですけど、はい、はい、彼女に当たると、はい、スーパーボールを8個という形になって、はい、見てみるとスーパーボールが10から18に増えているという形になります。はい、投げてゲットしていきます。はい、あ、これも残念ということですね。はい、というような形で、村人から、モンスターボール、ボールをですねゲットできるところまでができました。はい、で最後ですね、モンスターをゲットした時に、モンスター図鑑を作っていけるようにしたいと思います。はい、ではですね、モンスター図鑑のまず台紙を作っていきたいと思います。はい、で、プラスボタンで描くでですね、新しいスプライトを描いて、ちょっと色をですね、まあこのぐらいの、はい、ちょっと銀色みたいな色にし、金色ですねみたいな色にして、これをモンスター図鑑にしたいと思います。はい、で、テキストでこの辺りに白色で、はい、図鑑とというような形で、はい、このように描いておきましょう。はい、でここに、捕まえたモンスターが現れるようなことにしたいと思います。はい、でこれは図鑑、スプライト名は図鑑とでもしておきます。はい、で、コードに戻って、はい、これはイベントで旗が押された時に場所は00ですね、00にしておいて、はい、最前面にしておきます。はい、で、幽霊の効果で、で、まあ、表示ですね、表示をして幽霊の効果を100にして、はい、消しておきますと。はい、で、一つ変数を作って図鑑を表示という変数を作っておきます。で、図鑑を表示を、0にしておくと。はい、でイベントで Z キーが押された時、 Z ですね、キーが押されたときに、はい、もし、はい、ステータスが0のときですね、ステータスこれですねが、0のときならば、この図鑑を表示させたいので、この何回繰り返すというのを使って、これを20回にして、幽霊の効果を何々ずつ変える、これを、マイナス5ずつ変える、これは何かというと幽霊の効果を0にして表示したいんですけど、ちょっとじわっと出てくるようにしたいということです。はい、で、最前面にして、で、ステータスを変えます。ステータス、これで
ステータスを2にする。このステータスっていうのが何だったかというのをもう一度振り返るとこちらですね。はい、ステータスが0というのがマップを歩いている状態で、1がバトル中で、2が図鑑が表示されている状態ということになります。はい、でステータスを2にしますと。はい、ですみません、ちょっとこれを書き換えますが、もし何々ならでなければというのに書き換えましょう。はい、これをそのままこっちに持ってきて、こうですね。でステータスが0じゃないときに Z キーが押されたということは、つまりは、図鑑が表示されているときに Z キーが押されたということになるので、はい、幽霊の効果を100にすると。はい、でステータスは0にするというふうにしておいてください。はい、こうですね。はい、これで、はい、旗を押した時に、まあ、こう移動していますと。移動していて Z を押すと、 Z を押すと、はい、このような形ですね。図鑑が表示されたということになります。はい、でまた、ここでですね Z を押すと、はい、元に戻れるという形になります。はい、ではですね、この図鑑が表示されたときに、はい、捕まえた、モンスターをですね表示していくというところをやっていきたいと思います。では、モンスターは、はい、この同じ種類ですね。この、モンスターで作った1から30種類、このまま使いたいので、このスプライトごと右クリックで複製してしまいましょう。で複製をして、この中身のコードは全部いらないので、これ右クリックを適当なとこでして、158個のブロックを削除、これ全てのブロックを削除できるので、これでもう削除してしまいます。 OK で、はい、でこれで、コスチュームだけがですね、コピーされた状態になります。でこれ名前を図鑑用というふうにしておきましょう。はい、図鑑用ですね。はい、でコードを書いていきます。でこの、30匹のモンスターをですね、この図鑑の台紙の上にこう並べていくことを想定してください。はい、ではイベントで旗が押された時、はい、で、まず見た目で隠すとしておいてください。はい、でまたですね、これ ID を使っていきます。で変数で、はい、こちらですね、 ID を0にする。で、制御で30回繰り返して、はい、ID を1ずつ変えて自分自身のクローンを作ると。はい、これで ID が1から30まで振られたですね、モンスターのクローンができるということになります。でこのクローンされたものっていうのをこの図鑑の中に並べていきます。でこれ並べるのは、はい、X 座標を何々にする、 Y 座標を何々にするというのを作って、この中身ですね、これちょっと数式になるんですが、はい、足し算を使い、ここに、掛け算を入れて、はい、で何々で割った余りというのをここに入れて、はい、でここに引き算を入れて、でここを ID-1 を5で割った余りかける90足すマイナス200っていうふうにしてください。ここですね、引き算を使ってここの中に掛け算を入れて、はい、で何々のこの絶対値というところを
切り下げというふうにして、でここの中に割り算を入れて、はい、引き算を入れます。で、変数で ID-1 割る5の切り下げかける50で、ここが、120、はい、というふうにしてください。これがですね、横が、5、縦が6に並べる、数式ということになります。はい、で、並べるときに見た目でコスチュームを何々にするというところで、これを、ID 番目なので、ここを ID にするというふうにしてください。で、大きさを 20% にして、はい、で、幽霊の効果を、はい、100にすると。でこれでまず消しておきます。まあ、表示はしておくんだけど幽霊の効果で消しておきます。でずっと、はい、もし何々なら出なければというのを入れて、どういう時に表示するかというと、ステータスが2の時ですね。ステータスが2ならば、はい、幽霊の効果を0にして、これですね、幽霊の効果を0にして、最前面に移動すると。ここですね。はい、でなければ幽霊の効果を100にするというふうにしてください。そうすると、はい、全体はこんな感じですね。はい、こんな感じになります。で旗を押して Z キーを押すと、はい、このような形で、横に 1,2,3,4,5、 縦に 1,2,3,4,5,6 の形で、図鑑が表示されたということになります。はい、これはもうこの数式の中のこのマイナス200というのがこの一番左端ですね。で、この120というのが一番上、まあ、ここから90ずつ右に配置していく。で、Y 座標は50ずつ下に配置していくというような形で、これで、5×6 配置できているというふうに考えてください。でですね、この図鑑なんですけど、捕まえた、モンスターはこのように色がついてていいんですが、捕まえていない、モンスターに関してはシルエットで、表示させたいと思います。でこれをシルエットにするにはどうするかというと、これが、都合のいいものがあってですね、はい、でここで、ここの幽霊の効果はゼロなんですが、ここに明るさの効果というのがあるので、この明るさの効果を100にするというふうにすると、はい、このように、シルエットの、形になります。はい、では最後にですね、ゲットした、モンスターをこのシルエットの中で色をつけていくということを最後にしていきたいと思います。では、どの、モンスターが、ゲットできたかっていうところを管理するために、このモンスターのスプライトにまた戻ってもらって、はい、ちょっと大きくしていきましょう。でここですね、モンスターボールを投げた時に、この前回の振り返りですが、この、まあ、モンスターボールの獲得率、捕獲率というのがあって、まあ、それが1ならば、ゲットをすることができたということになります。でこのゲットをした時に、そのゲットした、モンスターっていうのを、リストに加えていくようにしたいと思います。で変数でこのリストを作るで、新たに、はい、ゲッ
ットモンスターリストというようなリストを作ります。はい、はい、でこのゲットモンスターリストにですね、捕まえた、モンスターを追加していくことにしようと思います。はい、でここですね、ゲットを送るの下に、はい、何々をリストに追加するというのがあるので、ここを、ゲットしたモンスターが分かるためにはこの ID を使います。この ID をゲットモンスターリストに追加するというふうにしてください。はい、でこれをですね、ちょっとこれ右クリックしてちょっとこれだけ作りますが、これをモンスターボールを投げるだけではなくて、複製してスーパーボールの時にも、はい、こちらのハイパーボールの時にも、はい、このマスターボールの時にも、すべてこのゲットを送るの下ですねにこう付け加えてあります。はい、そうすると、はい、そしてですね、先ほどの、この図鑑用のモンスターの方に移って、はい、まずでこちらの、ゲットモンスターリストですね自体は、型が押された時にはまず全てを削除するようにしておきましょう。はい、そしてここですね、ここの部分を、制御でもし何々ならでなければというのを使ってですね、もし、はい、ゲットモンスターリストに何々が含まれるならというのがあるので、これですね、ゲットモンスターリストに、はい、ID が含まれるなら、明るさを、これをちょっと分解して明るさをの効果をゼロにすると、でなければ明るさの効果を100にするというふうにして、これくっつけてまた元に戻してあげましょう。ここですね、はい、こういう形になります。はい、ではちょっとリスト自体は消してあげて実際に動きを見ていきたいと思います。はい、で、まずはモンスターをゲットしたいんですが、はい、このモンスターを、まあ、マスターボールを使えばゲットできるのでゲットしてしまいましょう。はい、ゲットしました。そうすると、はい、一応リストを見てみると、ゲットモンスターリストを見るとこれ14というふうになってます。でこれ14というのは、はい、コスチュームを見ると14番目が、はい、先ほどのタカですねになっていると。ではもう1匹ぐらい捕まえてみたいと思います。じゃあこのキツネを、はい、これをハイパーボールで捕まえたいと思います。で捕まえると、はい、9番がこのリストに加わったと、これですね、9番のこの狐が加わったということになります。でこの状態で、で Z を押すと、はい、この2匹ですね、狐とこのタカが、色がついて、それ以外は、まだシルエットのままということになります。はい、これでですね、モンスター図鑑も完成となります。はい、これでですね、ポケットモンスター風ゲームの作り方は、一通り、解説は終了となります。モンスターのですね、種類を変えてみたり、あとはもう少しですね、バトルシーンで、技を出せたりですね、まあ、いろいろですね、やれることは多いと思いますので、ぜひですね、皆さんのオリジナルな、ポケモン風ゲームを作っていってもらえればなというふうに思います。これからもですね、いろいろなゲームのコードの解説していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。